ジャック、路肩に止めたね。その路肩。その路肩。道路の両脇の部分、車の窓から投げ捨てられたゴミがよく溜まる場所。僕や機関などをポイ捨てするのは、人に怪我をさせたり街を汚したりするのでやめましょうね。猫吉は怒っています。本当だよ。マジ、ゴミをポイ捨てする人の気持ちがわかんないんですよね。嫌じゃないのかな？周りの目とか、なんか罪悪感とか、ないのかな？本体よりも早く街中のゴミを集めなければならない。渋谷川に沿って走る明治通りで小吉はゴミ拾いを続けていた。路肩にはタバコの吸い殻や吐き捨てられたガムなどがたくさん落ちている。黙って一発ぶん殴る。話はそれからだ。聞き慣れた声がした。あ、ハチだ。瞳とかいう名前の女の子もそばにいた。サングラスをかけた長身の外国人もいる。感情的になるな。君の父親は事件のキーマンかもしれない。サングラスの男が冷たい口調で言った。あちは真剣な眼差しで睨み返している。どうやらあちはあちで切羽詰まった状況のようだ。なんだか知らないが頑張ろうぜ、お互いな。猫吉はあちの背中に声をかけた。そんな、戻れないのかな、やっぱり。ゴミ拾いを開始して30分後、なんとか街中のゴミをすべて拾い集めることができた。そんなことが可能なの？エコ吉たちの脇には、なんだ、畜産？よろしく？ゴミ袋が積み上げられている。もうゴミは一つもない。そういうエコ吉の顔色は優れない。鉄夫とパルも同様だった。そんな、バカな。パルがつぶやいた。おかしい、おかしすぎるぜ。鉄夫が拳を強く握る。そうなのだ。おかしいのだ。明らかにゴミの量が少ない。たったこれだけのゴミが街中すべてのゴミだとはどうしたって考えられないのだ。アチと一緒に毎日街を見てきたエコ吉には痛いほどそれがわかる。マナーを守るようになってポイ捨てが減った？アチの日々の清掃活動が実を結んだ？そんな楽観的な妄想ができればどれほど幸せか。答えは一つしかない。出遅れたのだ。エコ吉たちの努力は始める前からすでに無駄骨だったのだ。まだ見ぬ脅威にパルは怯えを隠せず、鉄夫もただため息をつくばかりだった。やるしかない。エコ吉が言った。やるって何を？弱々しい声で聞き返す鉄夫。決まってる。本体とやらを倒すんだ。でも自分たちは何度も生まれるってやつは言ってたぜ。だったら何をやっても無駄だろう。鉄夫の投げやりな言い方にエコ吉はカチンときて頭を引っ叩いた。バカ野郎、やる前から諦めるやつがあるか。でもよ、お前は黙ってろ。どうせ何の策も思いつかないんだから。うすっとした顔で鉄夫がそっぽを向いた。策も何も姿を見せない相手をどうやって倒すんです。パルの至極当然の質問にエコ吉は何も言い返せなかった。姿を見せない相手、確かに倒しようがない。打つ手は何もないのに気持ちだけが流行る。ああもったいない、何もできないこの瞬間がとてももったいない。エコ吉が地団駄を踏んだ。の？なんだ？その時地面が大きく揺れた。何？うず高く積もったゴミの山がみるみる崩れていく。緑色をした何十本もの腕が地中から突き出す。グボボーバーおばおばお。パックリと地面が裂け、ゴミ袋は地下へと飲み込まれていく。え？こんなことが起こってたの？静寂。初めからそこには何もなかったかのようにぽっかりと空いたスペース。言葉を失う三人。青い空に重々しく雷鳴が轟いた。大きく黒い影が三人の頭上に落ちた。おい、マジかよ。鉄夫が上空を仰いで息を飲んだ。え？なになに？え？助けてプリキュア！これはプリキュアじゃないとダメだ。廃仏植民地。もう一回。
あ、じゃあもう一回、メタボン？メタボン？ユタボン？ちょ、見てなかった。あー、これは、廃物植民地メタボンだ！ちょ、この地消えんの早いよ。ビルの隙間を巨大な化け物がゆっくりと浮上していた。でかい！でかすぎる！さらに地下から緑色の物体を吸い上げ、とどまることなく巨大化していく。兄貴、ここは俺が。鉄夫が身構えた。春、兄貴を連れて逃げろ。そんな、無茶です。へ、あんなのただでかいだけのブヨブヨじゃねえか。心配すんな、こちとら鉄だぜ。あ、鉄夫が大きくジャンプし、化け物めがけて突っ込んでいった。鉄夫！ドロドロとした体に体当たりすると、そのままあっさりと飲み込まれた。めきょと缶のひしゃげる音がした。鉄夫！化け物が伸ばした腕を避けて、エコ吉とパルも空高く舞い上がった。もう自由自在なんだね。目線が水平になると改めて大きさを実感する。浮いてる。がむしゃらに向かっていってどうにかなる相手ではない。くぅ。脇腹が激しく痛んだ。エコ吉の体内に水はほとんど残っていない。腕に力が入らず頭も朦朧としている。このままではなすすべもなく、鉄夫や貧禄同様あっけなく食われてしまうだろう。よし、着くぞ！じゃ、爆発する！パルが興奮した声を上げた。その手には火を灯したライターがある。ゴミを集めてる最中に拾っておいたんです。奴が生ゴミとメタンガスの塊なら火を近づければ爆発するはず！そう言うが早いか、パルはライターを持った手を前方にかざして怪物に向かって突進した。くたばれ！やめろ、パル！慌ててエコ吉が静止した。それ以上近づくな！パルは空中に静止したものの、エコ吉の言葉に不満そうな顔をした。でもこれしか手はありません！貧禄さんも鉄夫さんもやられた。エコ吉さんだってその体だ。他に何ができるんですか？それこそが奴の狙いなんだ。エコ吉が言うとパルは意外そうな顔をした。え？やっとわかった。やがては街そのものを飲み込み、すべてをしと腐敗で覆い尽くす。その意味が。エコ吉は街を見下ろし、そこに立つビルや民家、道行く人々や車に一つ一つ目を配った。え？ゴミを食い、膨れ上がり、そして巨大な爆発を起こす。その時街はめちゃくちゃになる。すべてを死と腐敗で覆い尽くすとはそういうことだ。まさか。火を消せ。街を吹っ飛ばすわけにはいかない。パルは少しの間考え込んでいたが、やがてライターにかけた指を離した。あ！その瞬間、ビュンと鋭い音がし、パルの姿が消えた。怪物の長く伸びた手がパルを掴んでいた。え、エコ吉さん！パルは絞り出すような、あー声を発すると、めり込むように緑色の手の中に消えた。なんてグロいんだ。くっ。エコ吉はぐっと歯を食いしばって怪物に突進した。込み上げる怒りの感情が自然と体を動かした。あ、なんだ？繰り出す拳や蹴りはいともたやすく怪物の腕に投げ払われる。腕にしがみつけばズブズブと取り込まれそうになる。猫がネズミをもてあそぶように、怪物はエコ吉を相手に楽しんでいるかのようだった。はぁ、はぁ、再び距離を取って怪物と対峙した。悪あがきだ。いくら攻撃を仕掛けてもまるで効かない。このままではやられる。それもそう遠くないうちに。何か手立てはないのか。薄れゆく意識の中でエコ吉は必死になって考える。さあ終わりだと言わんばかりに、怪物の腕がのっそりとエコ吉に近づいてきた。近づいてる！あ、途端銃声がした。怪物がピタリと動きを止める。あ、ジュース！眼科のビルに肩肘をつき狙撃銃を構えるジュースの姿が見えた。ポンポンポン。立て続けに3発。そのすべてが1ミリの狂いもなく怪物の眉間のど真ん中に命中した。だが、希望はすぐさま絶望に変わる。怪物は平然とした顔で眉間のあたりを指で描いた。まるで蚊に刺されたかのように。怪物がジュースに目をやり、にたりと不気味に笑った。
あ、伸ばした指先をピリッと弾くと指先の一部がちぎれ飛ぶ。さらに3発。ジュースの真似をして遊んでいる。ジュースが再び銃を構え飛んでくる塊を狙撃した。しかし、ズブズブと銃弾を飲み込まれ全く効果はない。あ、ジェース緑色の塊がジュースに命中しガラスのひび割れる音が小さく響いた。ジュースがやられちまった。そんな。ブワブワブワー。怪物は奇妙な笑い声を発し、腕を大きく振り回した。ああ、うぐ、直撃だった。ビルとビルの狭間に、エコキチは吹き飛ばされた。狭間。え？物と物の間の狭いところ。我々は常に狭間に行き、狭間で揺れ動いている。理想と現実の狭間、善と悪の狭間、希望と絶望の狭間、理性と本能の狭間、愛と憎悪の狭間、真実と嘘の狭間、過去と未来の狭間、光と闇の狭間、秩序と混沌の狭間、自分と他人の狭間、夢と現実の狭間、生と死の狭間、偶然と必然の狭間。なんか前にもこんなのあったな。既視感。くそー。視力を振り絞って空へ飛び出す。待ち構えていたように次の一撃が襲いかかる。やばいと思ったものの避けることができなかった。ぐわー、腕の一撃をまともに食らって地面に叩きつけられる。くそ、どうすればいいんだ。体に貼ってあった絆創膏は吹き飛び残った水がこぼれていく。ついに体の水が全部なくなってしまった。そんな。え、戦いは憎しみを、憎しみは再び戦いを生む。私は誰かの恨みを買うことに慣れたことはありませんでした。え、社長、何言ってんだ、行け。え、どうした、かかってこい。社長、困るよ、サクッと死んでくれなくちゃさ。薄れゆく意識の中でエコ吉は声を聞いた。声。劇団名天使公演オールボワール中のセリフ。今まさに主人公の竜に刺客たちが立ち向かう序盤の盾シーンが上映されているところ。ほう。どこだ？ここは。ここどこ？桜ヶ丘にある劇場テアトルエース。小塚幸を扮する江戸っ子区長の四角一は竜の人たちであっさりと死ぬ段取りだったのだが、倒れた四角一が何度ももぞもぞと動くので、竜は仕方なく何度も切りつけることとなった。困るよ、サクッと死んでくれなくちゃさ。は、舞台袖に引っ込んだ竜役の役者がぼやいた一言。なんだって。ひんやりとした空気が降りかかる。え？まさか！舞台袖に置かれたドライアイスマシンから出る二酸化炭素。ドライアイスマシンは壊れていて、どんどんドライアイスを製造し吹き出している。まさか。そうだ。何やってんだ。こんなところで死ぬわけにはいかない。行け。声に後押しされるようにエコ吉は立ち上がった。まだだ。死んでたまるか。死んでたまるかよ。あ！エコ吉はふらふらと空に舞い戻った。満身創痍。圧倒的に不利なこの状況。それなのにエコ吉はかすかな笑みを浮かべていた。やってやるぜ。必ず。エコ吉の体内にはいつの間にか白い氷のような塊が詰め込まれている。さあ、来やがれ。ケツを吹っ飛ばしてやる。あ、蹴っ飛ばしてやる。ケツを吹き飛ばすところだった。エコ吉が挑発すると怪物は方向を上げて無数の腕を振り上げた。四方八方から繰り出された腕の一本に狙いをつけ、エコ吉は自ら体をぶち当てた。ぐわー！激しい衝撃に悶絶しながら、エコ吉は渋谷駅の方向へ飛んでいった。え？あ？ボボボボボボ。
怪物は勝利の余韻に浸るように悠然と空に浮かんでいた。残された最後の仕上げは渋谷を死の街にすることだった。送電線を見つけるとスルスルと手を伸ばす。やばい。狙いは自爆だった。電線がショートすれば火花が飛ぶ。その火花に触れれば一瞬で渋谷は焼け野原だ。ゆっくりゆっくりと怪物の手が伸びていく。あと数センチのところまで指先が近づいた。と、その時。あ！渋谷川に流れる汚水を真っ二つに割って何かが勢いよく飛び出した。まだ終わりじゃない！エコ吉だ！川の水を体内になみなみと称え、全身には活力がみなぎっている。ビシッと怪物を指さした。気づかなかったようだな。俺がわざと川へ飛ばされたことに。なんだって？怪物は不愉快な様子でエコ吉を睨み返した。電線を掴もうとしていた手を引っ込め、また無知のようにエコ吉に向かって振り回した。ジュース！え？エコ吉は巧みに攻撃をかわし大声で叫んだ。ジュース！生きてるなら返事をしてくれ！まもなく銃声が轟いた。あ！ビルの屋上にジュースの姿が見えた。緑色の物体に飲み込まれながらもなんとか生き延びていたようだ。撃て！俺を撃つんだ！え？エコ吉が叫ぶ。不可解なエコ吉の言葉にジュースは眉を潜めた。いいから撃て！それしか手はない！戸惑いながらもジュースは狙撃銃に弾を込め照準をエコ吉に合わせた。エコ吉！お前！うぐわー！エコ吉に銃弾が突き刺さった。もっとだ！もっと撃て！ぐーっと力を込め銃弾を体に固定する。撃て！撃つんだジュース！ああ、ぐー！痛みをこらえて何発もの銃弾を腹や背中に受け、そのすべてを力を込めて固定した。準備！完了だー！エコキチが真正面から怪物に突っ込んでいく。ぶわー！迎えるように怪物が大口を開く。だー！そのままエコキチは口の中に飲み込まれた。あー！エコキチー！あ。わー！凄まじい音を上げて怪物が破裂した。飛び散った残骸は霧となって空気中に消えてゆく。爆発ではない。内部の膨張によって拡散したような感じだった。まさか、ドライアイス？あー。鉄オートパルが地面に舞い落ちた。いてて、あれ？え、僕たち。俺たち生きてるのか？二人は状況を飲み込めていない様子だった。やがてエコ吉も軽い音を立てて地面に転がった。エコ吉！え、エコ吉さん！鉄オとパルが駆け寄る。エコ吉の体は半分なくなっていた。残った部分にも細かいひびが無数に入っている。パルがそっとエコ吉の体に手を触れた。冷たい死んでる。鉄夫が愕然とした様子で言った。おいおい、簡単に殺すなよ。ああ、エコ吉が力ない声で言った。得意の笑みを浮かべることさえできない。かろうじて息が通っている状態だった。ケツを蹴っ飛ばしてやったぞ。エコ吉が空を見ながら言うと、鉄夫とパルも釣られて上空に目をやった。そこにあるのはただ青い空だけ。春らしい青く高い空だけだった。あ、色が。やばい、色が見える。すげえ、さすがエコ吉さんだ。鉄夫が類推で言う。でもどうやって？パルも泣きながら聞く。ドライアイスさ、やっぱり。ドライアイス？ああ、前にニュースで見たんだ。ドライアイスと水を詰めたペットボトルが破裂したって事故な。あれを応用した。
ドライアイスは気化するとき、その体積を700倍以上に膨張させると言われている。エコ吉の体内にあったドライアイスがすべて気化したとすれば、その体積はおよそ350リットルにも膨れ上がる。そうか。圧縮されたガスを体に溜め込んで、ジュースの絨毯を一気に吹っ飛ばしたんですね。パルは涙ながらに何度もうなずいた。すげえや、兄貴。っていうか、むちゃくちゃなやり方だぜ。まったくだ。身に染みて危険なことだって分かったよ。いい子は、絶対に真似すんなよ。エコ吉は遠くを見るような目をしながら言った。鉄夫、パル、また俺をゴミ箱に捨ててくれ。鉄夫とパルは顔を見合わせた。わかりました。資源ゴミのゴミ箱に捨てさせてもらいます。すまないな。鉄夫はエコ吉を抱えてゴミ箱の前に立った。それじゃあ兄貴、行かせてもらいます。ちょっと待て。エコ吉は鉄夫を制止した。まだ、キャップを外してないだろ。ペットボトルを捨てるときは、キャップを外してから。そんなもん常識だろうが。けど、兄貴。鉄夫もパルもキャップのことは気づいていた。しかし、もしキャップを外してしまえば細かなひびのせいでペットボトルは割れてしまうだろう。今、エコ吉の体はキャップでつなぎ止められているのだった。そんな、バカ野郎。俺は何度死んでも生き返る。そんじゃそこらのペットボトルと一緒にすんな。そう言うとエコ吉は鉄夫とパルの顔を見つめた。街が美しくならない限り奴らはまた蘇ってくる。俺が戻るまでお前たちが何とかするんだ。いいな。わかりました、兄貴。鉄夫はエコ吉のキャップを外した。ああ。次の瞬間弾けるようにエコ吉の体が砕け散った。キラキラとダイヤモンドダストのようにペットボトルの破片が舞う。優しい風にさらわれエコ吉はいなくなった。めっちゃ細かいじゃん。エコ吉さん、さようなら。頬をオレンジ色の涙で濡らしながらパルが別れを告げた。バカ野郎。鉄夫が唇を噛みしめた。さよならじゃねえ。また、会おうぜ、バー。手のひらに残ったキャップを力いっぱい握りしめる。願いが届くように、何度も、何度も力を入れた。あ。街には別の顔がある。何気なく眺める景色の中に、そこにあって当たり前のものの中に、誰も語ることのない物語が存在している。これで全ての物語を語り尽くした。今日この日、街に存在した数多の物語が、誰かの胸に留まることを願う。また会う日まで。ヘチマール。ヘチマールが語ってたのね。なるほどなぁ。あ、いやぁ。エコ吉編も良かったですね。あ、普通に、え、あ、やばい、見たかったやつだ。やばい、見たかったやつ。うわー、楽しそう。嘘。え、泣いちゃった？あー、かわいそう。この所長、ここのビルのこの所長はすごいですよね。すごいですよね。超おさ。おさ、起きろ。ちょっと、え？シナリオだったの？この人。あ、すごい、ちゃんと撮ってる。優しい、好きになっちゃう。ちょっと立野さん、あ、これちゃんと動画で撮ってるんだね。ちょっと立野さん。
わあ、ちょっとかわいい。かわいいね。ちょっと。クランクアップ。かわいい。ここでクランクアップだったの？やばい、ルミ似てる？似てるかな？わ、ちょっと、みのりくん普通に動いてるとかっこよすぎる。いや、かわいい。かわいい。ちょ、動画で見るとかわいい。嘘、流行り、流行り真っ只中。ちょっともう、かのイメージ通りすぎる。え、誰？権利上の都合でモザイクが入ってる。ちょ、誰これは。え、どここれ。え、どこここ。ここどこ、ここどこ。え、舘野さんがかぶってんのこれ。はい、じゃあ、片付けください。はい。あ、もう一人いたはずだよな。ジャック、こんな。ニコニコ眉毛だったの。あー、千秋。わ、食べてる食べてる。かわいい。あ、ペロン。出しちゃう出しちゃう。あー、走ってきてる走ってきてる。すごいすごい。走ってきてるよ。あー、この二人。あー、笑ってるところがね。いやー、いいですね。うわ、ちゃんと街中で撮ってる。え、ちゃんと中に入ってたの？スーツアクターの人じゃなくて。叩かれてるわ。俺の生き様見てろ。せーの。え、吊るされる？いや、これ吹っ飛んだところか。可能。こんな感じで撮ってるんだね。このためだけの衣装だよな。うわ、楽しそう。ナスビじゃん。あ、こんな可愛いことある。あ、撮ってますわ。え、これ田中？ちょ、田中。あー、パーマーもね。あー、すいません。すいません、本当に。まあでも実際春頃に撮ってるんだな。もう可愛い。追加撮影とかあったの？まあそうだよね。いやー、よかったねー。最後にここ撮ったんだ。うわー、もうこの二人。うわー。いいなー。うわー、いいもん見た。いいもん見せてもろたで。あー。See you again. See you again?うわあ、このメイキングあったんだ。嬉しい。ないのかと思ったんだよ、428では。ああ、これで見せてもらえるんだ。ああ、すっごい嬉しい。あ、あ、あ、ぴょーん。ゴールデンブックマーカー。ゴールデンブックマーカーだ。あれ？でも、虹色の、ドアドア？まずい。何か追加されてる。あれ？でも、虹色のブックマーカーもあるんじゃないのかな。